ドラゴンボール、アドバージモーション、大猿ベジータセット、プラスアドバージモーションの同じやつ買いましたよ。また落ちちゃった。まあでもね、これはね、そんなに高くないんで、2つ合わせて1万円弱です。まあしてますよ。まあしてんね、はい、まあしてんね。だから今週の後半も全部卵かけご飯ディナーあのラインナップはこんな感じ。オーザルベジータセット、うん、で他のアドバージモーションがこんな感じ、うん、まあね、サイバイマンとオーザルベジータが個人的には欲しかった。うん、でオーザルベジータってなんかね、いっぱいフィギュアで出たりしてて、はい、まあ、全部持ってんねんけど、うん、あの全部持ってないな、まあ、ほぼ持ってんねんけど、このちっちゃいサイズの 14.5 センチかな、うん、このオーザルベジータアドバージって結構クオリティ高いよね、ちっちゃいけど、うん、その分値段はすんねんけど、クオリティ高い、うん、1個500円ぐらいかな、そのぐらいすんねんけど、うん、クオリティ高いな。で、あの一番くじのさ、天下分け目の超決戦はさ、はい、サイバイマン今回出るやんか、うん、でもあれはさ高いやん。そうですね、一番くじ多分1回800円ぐらいしてさ、1個の一番くじのロットに1個しかサイバイマン入ってないけど、これはさサイバイマン10体ぐらい並べようと思ったら2500円ぐらいで10体ぐらい並べられるからさ、うん、1箱に2人サイバイマン入ってるから、だから再現できるんよ、あの戦闘シーンを簡単にね。だから一番くじのサイバイマン揃えるんやったら、こっちのサイバイマン揃えようかなと思って、うん、アドバージモーション買ってるね。うん、バッチャーサイバイマン揃えようと思ったら半端ないですよね。半端ないよ。いろんなさホビーショップと図書館、図書館じゃ図書館回って、うん、回って揃えなあかんやん、はい、無理やん。無理ですね、ほんまに。だから今回これでベジータ編を再現しようと思います。これいいですね。うん、これはね、ちっちゃいからなんか自分で100均とかでジオラマを自作して、はい、当時の地球を再現したいなと思って。いや、すごい、それできたら。そうそうそう、それできて、そのセットで売ろうかな8万とかでジオラマプラスめっちゃ乗っけとる。そうそう、フィギュアみたいな8万とかで付加価値やろ。まあ、そうっすね、買ってくれる方がいればね。そうそうそう、うん、こんな感じでね、はい、ちょっと楽しみなんで、届いた瞬間またレビューしたいと思います。お願いします。僕がもう二度とポチらないように、誰か僕の右腕に手錠をかけてください。またなー。